リンカチャンネル始まりました。イエイ。何これ見せてんの。じゃじゃん、こちら、あの本当に始まって早々申し訳ないんですけど、これさっきリンカもう食べちゃって、でもママが見せたいらしくて見せました。今はい、こちらです、今日の夜ご飯。はい、紹介してママ。それは鶏肉で塩コショウで炒めただけです。照り焼きとか言ってなかった？やめたね。だよね、リンカさん照り焼きなんか食べたかったのにさ、あれと思って、なんか駅ないなと思ったもんね。なんかさ、やっぱさ、なんかさ、こうやってさ夜ご飯のさシーンをさ撮りたいって思ってさ撮ってるとさ、ママってめっちゃさなんかってするんだよね。久々じゃない夜ご飯一緒に食べるの。うん、久々だよね。久々。なんでかっていうと3日間くらい喧嘩してました喧嘩してたんだよね、うちら。もう大変、本当に。何が発端で喧嘩したんだっけね。なんだっけ、もうなんかいっぱいしすぎてさ、ね、これ何、どういう、かんない。じゃあ開けたら、もうこれじゃいらないじゃん。いや、なんかでもこういうので喧嘩になるよねそう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 、こういうのだよね。こういうので本当にしょうもないんだよね。そういうので喧嘩になっちゃうんだよね、うちら。生きにくい生物だよね、うん、この間なんで喧嘩したんだっけ。なんかの言い合いだっけ。リンカの言い方、言い方、そうそう、迎えに行った時でしょ。あ、そうだ、そう。え、てかさ、みんなってさ、どういう時にさお母さんと喧嘩すんの。気になる。いただきまーす。いただきまーす。気になるんだけど、なんでどういう時に喧嘩するの、みんなって。どうだろう、リンカたちの場合はさ、マジでさ、ガチでしょうもないことでさ喧嘩してさ、うん、そっからさ2日間喋らないとかあるよね。うん、あるね。どうだろう、うまい。せっかく迎えに行ったのにさ、あの時家に着いた時にさ、なんでそのテンション低いんだって言ったじゃん。え、違うよ、ママ低いよ。ん、今だから話すけど、だって、うん、お姉ちゃんもいたんだけど、その時車の中に、お姉ちゃんが助手席に座ってママが運転して、リングが後ろにいたので、お姉ちゃんに、どうだよねみたいな感じでテンション話してんのね。リングが、送ってくれてありがとうって言ったの、うんうん、元気よく、うん、ありがとう送ってくれてって言ったら、ええ、うん、言った。ええ、それはさ、え、なんでそのテンション低いのってなるでしょ。そう、でもそういう時だってあるじゃん、ママだって。だってママはさ、お姉ちゃんにはさ普通の対応なのにさ、リンカにはね、ええ、そうですよねとか言ってくるの、めっちゃうざくねそうですよねとか。でそしたらそっからなんかママがめっちゃブチ切れて、家の鍵とかボーンってやりだして、やばくね、破天荒の親だからこんな破天荒の娘が生まれるんだよ、本当に。一言ちょっと余計だったんでしょ、リンカの。うん、そうそう。何が余計だったの教えて。じゃあ今テンション低いとか言うから、はぁ、あ、迎えに行ってんのにさ、なんでそんなこと言うの。迎えに来てるとか別です、別じゃない、そういうのって。うん、もう呼ばないでよって怒ったじゃん、なんか、うん、言ったよね。うん、けど迎えに行ってるよね可愛くね、ママって。そういうところあります、ママって。もう夜ご飯絶対作んないからって言っときながら、夜ご飯完璧に作ってあるとか。可愛いよね、ママって。すごいな、なんか人間って感じして可愛い。あね、我が子のためだもんね。え、あれよ、 DM とかにも、なんでこんな素敵な娘に育てられるのみたいな。あ、そうなの。うん、なんだろうねえ、まずさ素敵かなって思うの、リンカは。だって普通に生活してるだけじゃん。でも感謝はめっちゃ言うよね。感謝って何。ありがとうっていうめっちゃ言ってくれるよね。基本あんまりさ、なんかもう当たり前かみたいな。え、だってママが言うじゃん、挨拶は大事みたいな。え、ママってだから挨拶大事って言うから、帰ってきてただいまって聞こえなかったら、はい、もう一回やり直しって外にまた投げ捨てられて捨てられて、それでただいまってやり直さなきゃいけないっていう、そういうこういうお家なの、リンカンチって。だって聞こえてなかったら意味ないじゃん。うん、でもそれが一番ひどかったね、最近でね。めっちゃ泣いたよ、バカ泣いた、うん、ガチ泣き。だって分かってくんないんだもん、ママが。何回もそれを伝えてんのに、そうやってママは思ったよみたいな、そうやって捉えたけどねって終わりにされてたから、え、なんでリンカこんなに言ってんのに、なんで分かってくれないのって言ったの。それ結構何回もずっと言ってるけど、ママって本当に分かってくんな。でもなんかね、あの時さ、ほら車閉める音とかもさ、バーンって閉めたんだよ。だからそういう風に捉えたじゃん。だからそれ知らないって、いつもやん、そんなバーンって閉めるとか。いつもほら一緒に部屋まで行くじゃん。うん、なのにスタスタ行ったんだよ、その日は。だからその日は寒いから、寒かったから、リンク鍵開けてあげようと思って、うん、スラって入れるように鍵を持って
言ったのにママはそれを先に言ったでしょみたいな。寂しかったんじゃない？だからリンカもそのあれそのありがとうの気持ち先に言って鍵開けてってやったのに、うんうんうん、なんでそう思われるのってなったの。ね、だから思ってることが違ったんだよね。だとしてもそれを後からえ違うよってちゃんと言ったのにママはそれを理解をしてくれなかったじゃん。うーんって感じだったね。えそうだよ、うん、まあでも人間って疲れてる時あるから。そうでしょまあまあまあそうだよね、うん、そういう時だったんじゃない。うまっ。そうかもね。だからそういう時あるよ。でもさうちらってさ結構さマジでさあれじゃない、出かけてもさ家にいてもさなんかどこにトイレにいてもお風呂場にいてもどこでもあのずっと喋るじゃん、うん、常に、うん、何の話題があんのみたいなくらいずっと喋るのリンカとママって。でそれで小さい頃って言っても小6の時はママにもううるさいって引き離されてた、うん、疲れちゃうね多分耳がずっと喋ってるからさ。ママもね、ママもずっと喋るよ。そう、うん。で昔引き離されてたんだよ。懐かしくない。であとママがこの家嫌だから家出するとか言って荷造りしてさ、うん、でもうちだって一緒に寝てるから服とかが置いてある場所が一緒じゃん、うん、だから寝る部屋でそれをこうやって喧嘩して寝てる時にママがこうやって荷造りを始めたの。でまあリンカこうやって見てたのね。こうやって何してんのこの人どうしたの。そしたらうん、ママが出てくる、うん、言い出して、でリンカはえってで焦って、まあ、それを止めます。なんでみたいな。で止めてからそのなんかじゃあ分かったじゃあ出ていかないよみたいななったんだよね、うんうんうん、でなって、でもその荷造りした袋はそのまま放置なので、怖いじゃん急に夜中そのままそれ持ってふって行っちゃうみたいな。で怖いって思うからリンカはそれを抱きしめながらね。うーんそうだ懐かしくない、うん、今思い出したでしょ、うんそうだ。リンカそれ抱きしめながら寝たんだよ。ママが行かないように。泣ける泣けない泣けないなんか。かわいいよ、ね。うん。めっちゃかわいいよね、リンカ。ママ、行かないで、みたいなさ、うん。めっちゃさ、止めてさ。だってちょっともう、それがうるうる、ちょっとうるうるしてます。泣けないなんか昔からこんな好きなんだなって思わない、めっちゃ。うんうん、いや、なんでだろうね、こんな好きなの。ほんとだよ。触ってんじゃん。変子やなみたいな。うん。他の子違うじゃん。だってさ、あれもある。あのさ、授業参観の時にさ、うん、みんなお母さん廊下に並んでんじゃん。でさ、授業が終わったらさ、あの廊下とか行けるじゃん。トイレとか行く時にさ行けるじゃん。でリンクママに飛びついて抱きしめに行ったら、ちょっとやめて恥ずかしいって言われて引き離されたそれも。ねあんたそれちょっとやった恥ずかしいって言われて離された。高学年だったよねだったら。高学年だった気がする。うん、6年生とかってね、うん、すごい。ママにも嫉妬もすごいよね。すごい小さい子でしょ。すごい今でもあるもん今でもうん。だから普通に2人で出かける時間が欲しい。分かる言ってる意味以上ねえちょっとえでもさ分かるでしょ。なんか分かるそのなんかその例えばさお姉ちゃんとまあいいんだよ、うん、いいいいね一緒にいるの楽しいもん、うん、めっちゃ楽しいんだよ本当に本当にね心の底から楽しいの、うんうんうん、だから昨日もね姉ちゃんがめっちゃ笑って彼氏とめっちゃ笑ってる動画がリンカに送られてきたの、うんうん、でそれでえめっちゃ幸せそうこの笑顔大好きみたいな感じで話したの、うんうんうん、話したんだけどそのくらい大好きなのねリンカお姉ちゃんのこと、うん、本当に大好きじゃん、うんうん、なんだけどでもそれでもやっぱり、うん、なんかさやっぱ末っ子ってあるあるなのか分かんないけどさなんか取られるみたいななるんだよ。だから2人で出かける時間も欲しいの分かる。やばくね普通に。じゃあ高3で40代はいなんか40代って言うとめっちゃ老けてね分かるなんかいいの言って年齢うん別に年齢はいいけどさあ年齢いいらしい。ママの年齢は42歳。違うこれいつも言えて41、うん、ママでリンカにはお兄ちゃんもいてお姉ちゃんもいる、うん、すごいね若くしてねえ、うん、だから喧嘩すんだよね多分ね。ママが子供なんだよ。でもそれでリンカめっちゃ学べる。あそう、うん、こういう人もいるんだってそれがママなのこういう人、うん、こういう風に接したらこういう風に思っちゃう人もいるんだってめっちゃ学べるね。でママは激しい。それは激しいよね。ちょっとした言葉でさ
突っかかっちゃうんだよね。でもマジでそれが、あの本当にママのとこだけならいいよって言ってたじゃん。わかる？このリンガの対応の接し方も行いもう全てママのところだけ、ママの前だけでもいいけど、それが他のところでなっちゃってたらお前やばいよみたいな。めっちゃ言ったね、それね。めっちゃ言われたじゃん。それでもまあリンガは学習ができなくて、まあ一発やられたじゃん。やられたね。やられたけど、でもそれでまた学習できたじゃん。うんうんうん、うん、だからマジでママが言ってること当たります。これガチです。あの本当にもうほんこれもうガチ。ママがあそれなんでされるよみたいな、やられるよとか、それをああやって怒るんじゃないみたいな言ったらもう全部当たる。マジで怖い、本気で当たる。エスパーだ。マジで怖い、本当にマジでなってるしね。それがなるよ本当に。わかるもんだって。マジでママって怖いので、リンガが今大好きなシャーシャンって友達いいんじゃん、みんなわかるよね。大好きなシャーシャンって友達いるけど、そのシャーシャンにもなんかそういう良くない行動をリンカがしてたんだよね、うんうん、でしてて、それをママがめっちゃもう泣きながら、今リンカにはシャーシャンしか友達いないのにそれ本当にいなくなっちゃうよみたいな、うん、泣きながらママが伝えてきて、でそれでリンカもあそっかみたいな、でシャーシャンにちゃんと面と向かって言ったことが何回もある、うん、それもう言われてからリンカもそれずっと意識して言ってるけど、それでもそういう嫌な風になっちゃうことあるじゃん、うん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 、なっちゃって、まあ、なっちゃうんだけど、なんかやっぱさ自分コントロールするのって難しくない？難しいよ、また捉え方も違くなっちゃうじゃん。そうで、ママはそれが激しい。そうリンカもね。リンカも激しいよ、うん、でしかも言葉も結構グサッと刺さるからね、うん、ムカつくよね。ね、ね、あシャーシャーの話終わった？言ったっけ？あ、そう、いなくなっちゃうよってママに言われて、でそっから そう、なんかそういう話になって、でマジで一回だけシャーシャンと大喧嘩した時に、マジでリンカが本当に悪いし意味もわからないことをめっちゃ言っちゃってたので、それでもシャーシャンはリンカを変な言い方でその言ってこないの、わかる、うん、リンカがいけないんじゃんとかそういうの言ってこないの、絶対に言ってこないで、それでもまあリンカがおかしいなって思ったところはちょっと言ってくれるのね。でそれをお前言ってくれたからリンカもあーって思って、でまずリンカってマジでプライド高い人間だったの、ずっとね、ずっと高い人間だから、その人に泣き顔を見せるとかまずありえないみたいな、で自分の気持ちとかもそんな言わないみたいな感じで、気持ちは言ってたけど、なんかでもそこまでなんか私生活を見せないみたいなスタイルだったのリンカは本当に。なんだけどなんかどっかでまたなんか変わって、でそれなんか娘もみんなバーって見せてんだけど、でそれが今なんじゃん、今のリンカじゃん。でそれでシャーシャンにもうマジのボロ泣き、多分あの泣き顔は初めてだと思う、あんな泣いてんの。シャーシャンに見せんのも、見せんの初めて、あのガチ泣き、もう目真っ赤っかに充血して、もう過呼吸になってみたいな、うん、鼻水も出てみたいな、でその状態初めて見して、うん、でみたいな、ごめんねって謝って、でシャーシャンもシャーシャンも泣いてたみたいな。リンカの顔見ながら、でまた泣いてた、泣いててシャーシャン、でシャーシャン抱きしめてくれて、うん、大丈夫だよみたいな、うん、でシャーシャンだからいいんだよみたいな、うん、でその言葉がめっちゃママって言ってることが同じなの、わかる、その鳥肌マジで、シャーシャンだからいいんだよって言ってくれてる言葉がそのママと言ってることがめっちゃ同じなの、ママだからいいけどみたいな、それを他でしないでねみたいな、めっちゃ似てんな、ママとシャーシャンが言ってることが。だからうわマジでこれリンカ本当にこれでそのなんか人って決まるなみたいな、なんか人生においてまずあの一番その重要な人っていうか教えてくれる先生はシャーシャンとママだなと思って、リンカの中ではね、うん、一番めっちゃ学べるしみたいな。逆にシャーシャンはリンカみたいな性格なんだけどまた違った要素があるから、その人のその性格とかも分かっちゃう、分かる分かる、分かり合えるみたいな、うん、この人はこういう考えてんだなみたいな、うん、って思える存在の人です。いつもありがとうシャーさん、ありがとう、ママもありがとう、ありがとうリンカ。この間さなんかさあれだよね、ハックかなんか、ハック薬局なんかでさママ大好きって言ったらさママだよって言ってた、ね、初めて。でもさどこにいても微熱かけてくるのやめてくれる。え何もうさ
もうでっかい音でさ、なになに、みんなにさ、聞かれちゃう。だってあれスーパーとかだったよ。ちょっと無理無理ってやったじゃん。今無理。無理無理ってやられた。どこにいてもリンカって微熱が切れる、うん、しかもさ、寝ててさ、お昼寝から起きてさ、ママが、うん、起きて、で、あの、リビングとかにもここにも来ないで、あの、ほんと目開けた状態でママに電話かけて、どこいるのみたいな。で、電話したりするし、LINE でも送るよね。どこいるみたいな。送るよね。うん、え、マジでおもろくない、うん、リンカって、うん。ママのこと大好きなんだね。ありがとう。ママはリンカ普通。よくわかってる。大好きだよ。普通って言ってきます。で、喧嘩した時の後だけ。あ、これじゃない、あ、喧嘩した後は。そう、絶対に、ってこうやってやんの。そう、絶対にやんだよね。うちら、泣きながらね、お互い。お互いね。お互いね。うん、でもそれはもうみんなね、三人やってる。あ、そう、子供たち。絶対でも、やっぱさ、あれ、喧嘩する率めっちゃ長いから、めっちゃ仲良くするね。それだ、わかった、秘訣。それだけはママやってるね。そう。絶対に。それだけはやってるし、絶対に、なんでママって怒ってるかわかる？嫌いだからじゃないよ。好きだからだよ。って言ってくれるの。うん。よくない？そう、それよね。恥ずかしくなんない？なんかね、ちょっとバレるのが恥ずかしい。でもママって本当にこうやって言ってくれる、絶対に、絶対に言ってくれる。いくらどんな喧嘩の時でひどいことをたくさん言われたとしても、それは違うからねみたいな。喧嘩の時毎回泣いてる気がする。いいんか、泣いてるよ。てか何もできなくなっちゃうの、喧嘩したら。ママと学校にも行かない、りんか。学校にも行けなくなっちゃう。保冷剤いつ、そう、保冷剤ずっと目に当ててこうやってやって、で泣いたらめっちゃマジで頭痛くなっちゃう人だから、リンカだから、もうイブめっちゃ飲んでみたいな。で保冷剤ずっとやってみたいな。マジで何もできなくなっちゃうので、 LINE でなんかごめんねみたいな謝り、 LINE で言いたくないけど直接言ったら、なんかこの前がなんかいいよねそうやってよ言えてみたいな。ママに言われたからひどいよね。ちゃんと言ってきてるのにひどいよ、ね、ごめんねって絶対謝る。リンカは謝るね、絶対謝る。これ何年もずっとそうじゃない、うん、ママに対して絶対直接謝る、うん、LINE とかじゃもうそんな文面とか証明ないじゃん、うんうんうん、だから絶対 LINE で謝りたくないから直接言って謝ったんだけど、でもなんかやっぱ言い方、リンカ言い方と顔で多分ママもよく謝れるじゃんみたいななっちゃったんだよね。やばくない、喧嘩の話盛り上がりすぎじゃない。よく喧嘩するよね本当に。でも喜怒哀楽激しいじゃん。激しいかも。なんかこうやって言ったのにこういう風にわーって返ってくると思った。あ、そうなんだとかさ、うん、あるからえってなることはめっちゃあるよ。多分それだと思うよ、こないだのあれも。それか、違うよ。でもでもウリンカもそうだよ、喜怒哀楽が激しいからなってたじゃん。じゃあさっきの内容一緒やっぱり。え、そうじゃない。でもそうだよね。いや、ママもそう、それママ、リンカにめっちゃ言ってくるけど、ママもそうじゃない？ママもそうかもしんないけど、リンカ。違う、ママがそうじゃん。だからそうなってんじゃん。え、めっちゃそうじゃない？喜怒哀楽激しいってめっちゃ言ってくるけど、ママもそうじゃん。激しいよね。だからさ、だってお姉ちゃんにさ、あ、そうだよねーってさ、リンカ。うん。いや、これ、あ、ほんと激しくしてるよ。顔をね、もう強調させてるけど、ほんとはこんなんじゃない、全然。で、なってるからリンカ、え、なんでそんなリンカの時だけ、来るテンション低いの。ってさ、言いたくなる気持ちわかるでしょ。は？で、ほら、なんか多分そこはね、リンカがごめんねこれ言わせて、リンカが何やだ、ね、違うなんでそのテンション低いんだよっていう風に来てくれたら、言ってほしいよ、ね、違うじゃん。これだからママって可愛くね、ママ可愛くね。結局はカマチョなんだよね。そうだよ、お互いね、うん、カマチョめっちゃね、マジでカマチョだね。そのさ、だってさ、なんで、何回も同じ話をしちゃうの。で、それって多分自分が求めてるこれリンカがさ、すごい言って、そう。論理、これマジリンカすごいよ。マジ論理したからちゃんと。なんか、リンカが例えば何回も同じ内容を、例えばさ、この串ってめっちゃ良くないみたいな。めっちゃいいんだよね、このでかくて。で、話してんのに、相手が、例えばその、あ、うん、良さそう。
っていう微妙な反応だった時、多分自分の気持ちは多分もうちょっとウキウキしてるからもう一回話しちゃうんだよね、うん、求めてる反応と違うから。それはそうなんだよ絶対に。わかる？自分が求めてる反応返ってきた時はだよねってさ共感できるじゃん。で女の子って共感できるさもう人間じゃん、もう共感の塊みたいな感じじゃん人間の女の子って。だからさそれじゃない？めっちゃ思わない？これマジ納得したよね。まあ納得した、言ったもん職場の人に何回目ですって言われたからでしょ、うん、何回目ですって、うん、何回それ何回目って2回目とかあんじゃんよく友達との会話でも、うん、それって多分自分が求めてる反応を相手に言ってないからこそその何回もそれで言ってくるんだよって思っちゃうの。だからまあもうそのさめっちゃ言ってくる、それさもう何回も話してるさめっちゃキレるのねリンカ。それに対してキレるけど、でもそれってリンカが求めてる反応を言ってないから相手が満たされてないからってことじゃん。そうだよ。だからめっちゃもう反応、えすっごいじゃんそれそうそうやってなればねちょろいんだよね。そう多分ね、うん、だからさリンカもさママにめっちゃ言うじゃん、何回も話すじゃん。でもママは最高のねあの反応してくれるの絶対に。だからリンカもう早く一回早く帰ってもう早くママに話したい、ママに会いたいって。多分なんで、うん、そうじゃない。だからさ学校から帰ってもさリンカ寄り道とかしないもん。しないね。しない。ママに会いたいから、うん、まだって言ってくるもんね。そうだよまだっていう。でもこの間早くちょっと1時間ぐらいちょっと嬉しくなっちゃったリンカ嬉しかった早いじゃんって言ったよね。言った今日はねつって、うん、そう嬉しかった、はい、皆さんどうですかお母さ ん, お母さんでもねめっちゃ DM で来るのがリンカちゃんのママとリンカちゃんの関係性憧れるって来る。もうさ友達じゃんうちら、うん、まあ友達でも友達じゃんとかこうやって軽く言ってるけど、うん、そんな友達でその収まることじゃないじゃん。わかる、うんうんうん、軽いけど、うん、軽くこうやって今言ってるけどさ言ってるけどねちゃんと礼儀はしっかりしてるし、そう、ママ、そこは怒るよね。で挨拶できなかったらぶったたかれる言っていいのか分かんないけどそれはちっちゃい頃の話でしょ。えそうもう そうそれはもうさ初めのあれでしょ、うん、私たちって本当にすごいよね。ねえすごいよね本当に見てるうちらって。じゃあもうこういうところで終わりにしたいと思います。イエーイ。なんかママのポーズこれらしいよ、これが好きなのって。終わります。みんなさん楽しめましたか。はい、ママから一言。困ってる。そういうの嫌だ、そういうの嫌だ。なんか言えないのママ、ほら言えないじゃん、うん、緊張しちゃう緊張するらしい。緊張するからこうやっていじることしかできない。バイバーイ。